失礼。おい、後割りつくなよ。エロもんじゃないし、いいだろう。なんだこの金、暴力の匂いがするぞ。試しに殴って鳴らしてみるか。お、これを足場にするのか。奇妙な仕掛けがあるもんだな。柱が並んでるが、ここ、なんだ？自由か。やっ、っ、っ、えっ、この調子だな。
てことない。飛びなのにな。うるさいぞ。
りゃ雲の上だからな。サル、見ろ、竜だ。混沌が封印されてたのは知ってるが、まさか竜がやったってことなのか。だから竜は剣空寺を知ってるってことなのか。いや、竜だけじゃない。そこを見てみろ、多分書いてあるはずだ。
おい猿、いかにもな建物があるぞ。観音様が言うんだ。すごい秘宝が眠ってるに違いない。